こんにちは。こんにちは。午後のひとときを一緒に過ごしましょう。自分がご飯食べ終わったばっかりだっていうだけなんですけど、はい、買ってきた木をちょっと手を入れてよくする、昨日買ってきたやつですね、はい、はい、ちょっと手を入れてよくしよう。心拍と石灰ヒノキ、そうですね、心拍と石灰ヒノキですね。こっちはもう3分クッキングで、はい、先端積むだけですね。こっちはもうやる作業ないんで、うん、先端だけ積んで、どうなっていくかっていうと、こっちは15分ください。15分で、これがどうなるか、まあ、これも棚をねちょっと剪定して棚をまとめるだけなんで、はい、やってみたいと思います。わかりました。はい、じゃあ早速、はい、これなんか時間ってあるんですか。本当にタイムアタックでやりますか。ああ、いいですよ。3分はいくでしょうこれ。よーいスタート、はい、ノーカットで。ノーカットでお届けいたします。はい、ちょっとカメラ手ぶれしないように。手ぶれしないね。あ、じゃあ鉢もできるだけ動かさないで固定してですね。まあ、本当先端積んでいく、まあ、ハサミでもいいですし、目摘み、そうですね、目摘みですね。もう指の先端で先端積んでいくだけなんで、で上の方から積んでいって、これをやっぱこれ以上大きくさせない。あ、そうですね、ため、そうですね。とあとあれか、新しいところに出やすくなるんですか、ね。うん、来年の春ですね。もう今年はもうなかなか降ってこないでしょうから、うん、来年、春にたくさん、もう少し、もうこの作業ってほとんど形できてるんで、はい、はい、手止めちゃダメですね。そうですね。もう枝を充実していくだけですね。はい、あれちょっと待ってよ。あ、そうですね、こっち流れなんで少しこっちを詰め気味にしてですね、うん、左流れにしていきたいと思います、はい、顔良かったですよ昨日久々に。川越、小江戸川越ですね。すごい人がいっぱいいて、ちょっと時間なかったんで、うん、何の展示会なんでしょう。昨日は商品盆栽クラブっていうのかな、どういう大元がすごくなのか分かんないんですけど、まあそうですね、こう商品盆栽の展示会があって、カットしてないね、これ間も全部使いますからね。使うんですね。で今なんかいつも言い間違えたりしてるのも全部使うわけですね。そうです。使えない話しないでください。使えない話しないで言いたくなっちゃうんだけどな。そうなんですよ。使えない話あるんですけどね。ありますよね。あ、それでこれを昨日カゴで。はい。金閣寺。金閣寺。使える。だからノーカットですよ。ノーカットか。カットしたら不正になっちゃう。あ、そっか。生配信じゃないですもんね。もう2分？え、経つ？もういいかな、こんな感じで。ちゃんとタイムつけてくる、はい、次は。はい。あ、もうちょうど3分ぐらいですかね。あ、でもちょうどいいんじゃないですかね。大体。本当に、はい、積んだだけ。積んだだけ、先端だけですね。うん、で、まあ風通しを良くして、先端積んだことによってこの懐からの芽吹きを良くするっていうことで、あとせっかくなんでちょっとこういうひげっぽいやつですね。こういうやつ、ちょうちょこれだけは取ってきましょうか。こういうやつね。取った方がいいんですかそれ。あ、これはもういらないですね。これ、はい、こんなとこかな。あとそうか、3分で砂がつくから、これ枯れ枝もね少し取ってあげた方が、これから来年やる仕事っていうのは先端を積んで、あと中のこの枯れ枝を取って、何しろ中を吹きやすい環境に下げるってことですね。はい、いいですかね。はい。ちょうど3分です。こちらはこれで終わりですね。はい。15分。これは棚作るだけ。そうですね、これね、もうアルミ線がかかってるんで、そこに寄せてですね、棚をちょっとまとめてみると、あ、15分もしかして、はい、やりましょう。剪定と、あと先端ちょっと長いやつだけ、目摘みして。という感じ。はい、いう感じで、15分で。だから、ちょっとの時間やるだけで、なんかかっこよくなる。そうですね。ってことですよ。ちょっと、はい、はい、お昼休みにちょっと15分だけ作業したら変わるかなっていうやつですね。よい。スタート。ちょっとこういう下枝とか、あと、先端ですがね、こういう目摘みを少し、こういうところをやっていって、これもね、鉢を作ってる、この方の鉢がいい鉢なんですけど、この方が丁寧に作られた心拍ですね。あ、でね、正面ですね、正面なんて言ってる場合じゃないのか。ここは短く見えるのがこっちの良さ。はいはい、で、まあ、幹模様も面白いんですけど、まあ、ちょっとこっち後ろに逃げてるかなというところで、ちょっとここが全体にこう見えちゃうんですよね、全体がね、はい、細かく曲はあるんですけどこう見えちゃうんで、まあこっちの方が面白いかなっていう気がしますね、うんうん、はい、
まあここのね、シャリは見どころなんですけど、こっちはやがて向いていくと思うんで、シャリは出てくると思いますんで、はい、ちょっとこのジンが正面来てうるさいんですけど、こっちでちょっと作ってみたいと思います。はい、幹模様を見せながら、見せながら、これ、針金、用意しとけよかったな。いや、1ミリ、1.2 がよかったな。タイムロスだ。10分15分15分って言いましたよね。縮めないでくださいよ。じゃ下からですね、はい、うん、いつもあのそちら向きにやるんですけど、はい、もう今日は、はい、ちょっと今日はやりたいようにやりたい。これはダメだ、1ミリと 1.5 にしよう。あ、1ミリと 1.2 でやろう。2分30秒経過。ああ、喋ってる場合じゃない、1本もかけてない。じゃあ5分10分で教えてください。わかりました、はい、皆さんもスキップせずに見てください。スキップせずに見てください。瞬きせずに。瞬きせずに。タダを作る時に意識することとかは。ああ、やっぱりある程度同じ大きさで作っていかないといけないんで、うん、この枝とこの枝をまとめようかなっていうのは考えていかないといけないですね。なるほど。棚の中の何個か置く枝の、こう大きさ。そうですね。それをどれとどれでって、うん、だから。例えば大きく作ろうと思えば作れちゃうんですよね、はいはい、これを例えばね、一塊にするのか、うん、で分けるのか、はいはい、で分けるんだったらこの大きさで全部作ってやらなきゃいけないわけですね、でまあ、とりあえず今回は、分けてみようかなということですね。で最後に、針金をかけて下枝をちょん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 と抜いていけばっていう感じですかね。もともと針金ちょっとかかってます。そうですね、かかってますね。それを生かして、うん、はい、細かい部分をかけていく感じ。そうですね、はい、ね、はい、そうですね。ここだけは幹に、これいらないかな。今ちょっと考え中。この時間をカットしないで。あ、そうですね、お届けします。正面変更になりました。変更になりました。急遽。これを裏枝にしようかなと思ったんですけど、はい、ちょっと寂しいんですね。ああ。で、こっち正面だとここは裏枝になるんで、はい、しっかりあるんですね。はい、なんで先ほど言ったここ短いのを利点にして、うん、ちょっとこの字に使えないのはあるんですけど、はいはい、こちら正面で作りますね。なるほど。急遽変わりました。ということで、はい、これは取っちゃいます。これですね。はい、はい、取っちゃいます。ちなみに5分経過しました。やべえ、本当。そうすると、ね、何と戦ってんだか分からない。何と戦ってんだ。自分と戦ってる、ね、自分との戦いですね。そうなんですよね。そうしたらね、ごめん、ちょっとあれだな、太い針金をいっぱい使わないと、これをね、畳み込みたいんですよね、こうね、うん、そうなってくると 1.5 ミリがやっぱり必要になってくる。会社員だったらね、お昼時間って決まってるから、その間にその時間に、ね、終わらせなきゃいけないんで会社に持っていかなきゃダメですけど、ね、そうですね、そうですね。それなら、まあ、あのシチュエーションとしてはなんとなく分かりますよね、うん、貴重なお昼休み時間にね、はい、あるんじゃないですか、会社によって盆栽クラブとかね、そういうのであるのかな、分かんない、今聞いたことないですけど、昔ね、JR の人とかね、結構聞きましたけどね、盛んなんですよね、結構 JR の方って、会社で盆栽クラブを作った時に、ね、講師として盆栽師を呼んで、あ、そうですね、新たなねあれにしてほしいですよね。そう、かなりむちゃくちゃな設定ですけどね、うん、あ、だけど実際私はあれですね、昔工場勤めた時にやっぱり昼休みやってましたもんね、盆栽ね。持ってってたんですか。作ってましたね、種とか拾って鉢植えたり、パレットとかあるんでバーナー焼いてジータ作ったりとか、ね、針金はやってない。針金はそうですね、さすがにしなかったかな。やばいな、時間が本当に。たまにはね、こういう。どっちらかってますね、これ。うん、そうですね。こういう動画も。こういう動画も。ひるまさん、終わるって言ってね、いつも終わんないんですよ。ああ、そうそうそう、そうですね。今、7分40秒。ああ、あと。7秒。うんと。15分。結構。一応、カンタさん、この間で、ね、作りましたからね。やばい、ほんと。脱線しなければ脱線しなければ、え、かんちゃん何作ったの。13分で、え、本当、オープニングとエンディングも撮ったもんね、それで。本当、うち実質10分ぐらい。あの、あれだ、北の大地、ああ、そうだ、苔張っただけ。え、欅植え替えて苔張っただけです。うん、そう、え、それで13分。いや、実質10分かかってないぐらい。電池は切れましたが
タイムは進んでおります。あ、それはそうですよね。嬉しいな。なんで焦んなきゃいけないかっていう。そのいいんじゃないですか、昨日お昼休みの設定は。そうです。ね。午後1時で会議です。そうですね。まさしくちょうどお昼が食べてきたばっかりだから、ね、1時から会議が始まるんで、うん、終わらせなきゃいけない。そう会議の準備した方がいいんじゃないかな、ね、そうですね。ね、針金かけながら会議で喋ることを考えて、はい、さん10分経過しました。あ、やばい、本当。やばい。じゃあ次13分の時教えてください。13分で、はい、それでどこまでかけるか、はい、元の人が細いんですよ、針金が。元の人のせいにしたりして。この方が丁寧に作られた心拍ですね。上手に作ってくるんですよって最初言ってたのに。言ってたのにね。今まで褒めてたのに。確かにちょっと細いかもしれない。細いですね。うん、何作る？わお。抜いちゃう。すごいですね、時間がないから抜いちゃうって。会議遅れたら怒られますからね。中途半端なんだよね、これもうちょっと先まで勝ってるといいんだけど、こう言って人のせいにするという。これどうすっかな。もう13分ぐらい。そうですね、もう13分です。やっぱあと2分。あと2分。最後急いで、ね、針金かけ終わって急いで形作って、ぐちゃぐちゃになっちゃって、ぐちゃぐちゃになっちゃって、最後やっぱりこうなりましたっていうね、うん、そういう動画になります。ちょっとやっぱり動画を見やすくするために多少編集します。あ、そうですね。やっぱこのカメラ位置変える時とかに。あ、ただタイマーはここで動いてますので見なさい。やばい。もうあと時間です。ちょっともうここからは内緒で。あ、内緒で、はい。終わった時に終わったと言ってください。ああ、なるほど。あ、そういうこと。内緒ってことはもう、だってさっき13分だから、今16分ぐらいかな。あとは頭を全体に作っていって。隠してる。うん。今この時間だよっていうのを。ああ、そういうこと。皆さんにね。はいはい。お伝えして。ちょっと棚を作って。え、やばい。今8分だな。15分で終わらすんですよ。18分だな。もうダメじゃないですか。ダメか。15分でエンディングまでじゃない。カンタさんの時はそうだったね。本当。いや、もうそんだけしかね、データなかったね。ああ、電池がなくて SD が足りなくて。ああ、なるほど。終わったら入って、はい。あ、そうだね、ちょっと待って。この後が長いんですよ、いつもね。そうそう、こっからですよ。こっから長いんで。完成しましたって言ってカメラ回して、完成してないやつ、してないってやつですね。よくありますもんね。ありますもんね、うん、ちょっと詰めちゃったのか。こうやってしまったでしょうね。だけどこれ、ちょっと待ってよ。普通こう書けないんだけど、15分動画用に。たった15分で見違えるように変わるはずだったとか。やっぱタイトルはそんなんじゃないですか。そうですね、そうですよね。たった15分でこんなに。たった15分でどうなるか。どうなるかってことですね。ああ、良くなってきた。じゃあ、あとは下の枝をちょっと抜いて。はい。ああ、ぐちゃぐちゃになった。妥協を許さない。妥協許さない。終わった。終わった。終わった。はい。停止。タイムは21分17分49秒。あ、はい、まあ3分以内の遅刻だな。セーフ。どうですかね。ちょっと完成形見せてもらっていいですか。こんな感じですね。あ、こっちがそこ表か。そっち表に変えました、急遽。それなり棚もうちょっとね、もうちょっとかけたいとこあるんだけど、正直、うん、よくわからない。よくそれはよくできてないってことですね。差し入れの棚はわかりますけど。ああ、ちょっと直していいですか。はい、エクストラタイム。エクストラ。そっか、そっちの画像撮ったかな。裏？最初の
変化を見るのに。ああ、最初のね。そう、逆取ってない気がする。ああ、そうか。それは分かんないですよね、差がね。差がね。そうか。差か、スタートのね。僕、逆で見てました、ずっと。棚っぽく、こうやって見ると。上から見ると分かる。あ、上から見るか、うん、ああ、これでいいですかね。まあいいんじゃないかな。あ、これ切っちゃうかな。あ、これ切っちゃうか。切れない。やっぱりこうやって完成したって言っても、うんうん、そこからでもこうさらにね。さらにそうですね。もっと良くするには妥協を許さない。うん、この盆栽っちゃ盆栽ですね。そうですね、ちゃんと編集しますこの動画は。ああ、そうですか。はい。そうですね。編集せずに出せるかなと思って。しないと無理だった。そうですね。多分30分になっちゃったら。と思うんで、前のものから。ああ、なるほど。あ、そうですよね。こっちもありますよね。めっちゃ長い動画になっちゃうんで。はいはいはい。とりあえず、こんな感じで。はい。はい。ああ、いいです。棚っぽく見えますかね。あ、そう、今追加されてたんですね。そうです。19分28秒です。ああ、でも20分以内で。20分以内で。20分以内で。何で伸びてるんですか。最初20分じゃなかったでしたっけ。20分です。ああ、でもさっきより。なんとなく。うん、はいはい。まあでもまあまあ20分でここまでできればですね。一応あのこんな感じですね、上から見ると。うん、うん、うん。あのポン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 と、これぐらいの大きさでね、これぐらいの大きさがこうできてくれば、はい、まあ頭全体にちょっと少し大きくしないと。うん、いけないんで、ということで正面途中で変更というハプニングもありましたけど、そうそう、でも買ってきて、うん、本当に20分弱、うん、そうですね、針金かけるだけでこんだけね、そうですね、よくなりますね、盆栽らしくなる、そう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 、ってことですもんね、よくなると思う。ここら辺なのかな、ここら辺がね、また掃除していくとね、またシャリがこう見えたりとか、はい、ただん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 このままずっとつなげてこの子につながると思うんですけどね、うん、ここか、そうするとまた良くなってくる。これをなんか生かしたいですけどね。まあ、正面は正面でね、ここに面白いのがあったりとか、まあ、この辺もありますけどね、まあ、このシャリがやっぱり良くなると思うんで、落ち着いて今度はやりたいと思います。はい、ということで、はい、15分クッキングこれにて終了です。はい、こちらは3分ね、はい、何もやってないですけどね、こっちはね、いや、買ってきて、はい、ちょっとした手入れでも、そうですね、こんだけね、変わりますよっていうことですね。変わりますので、はい、ちょっとあの盆栽っぽい棚ができました。うん、ここに昨日購入したやつの第2弾目ですよね。これね、はい、第2弾。次はついに豆。豆いきますか。豆いきます。だんだん大きさが小さくなってきます。はい。というわけで今日はこの動画でご期待ください。ご期待ください。ありがとうございました。